クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。 皆様、こんにちは。クリスマスローズ大好き。野々口みのるの園芸ノートです。今日は1月の8日ですね。ちょっと風はあります。少々寒いですけども、まあ、日が出ているので、まあまあ、なんとか、えー、しっかりと着込んで外に出ております。 今日見ていただきたいのは、我が家の,あの35密ですね。前々からご紹介していますが、えー、南側、南側といってもですね、まあ、背後の林下があるので、その影になって、ま、告げの木たかありますので、ちょっと小陰になってしまうところです。まあ、ここにあの、原種ですね。原種を35画、管理し 栽培していますといってもほとんど放置栽培なんですがあの見ていただくと分かりになるかと思いますがえー、ちょっとカメラから離れているのでどのように映っているのかよくわからないんですがうーんと一見して気がつかれるのはこうこの株とかこの株新しい葉っぱがですね出てきておりますね。 あとあの古い葉っぱ、ここっち黄色く少しなってゴワゴワした、こういう葉っぱを残しているものもあります。それと、まあ、地上部が全く見えないような株ですね。いうのもあります。まあ、結構あの地上部の葉っぱは全部、まあ、古葉を切っちゃった後もあるんですけれども、そういった株は、 返してこういうつぼみが、花芽つぼみが上がってきているような状態が観察できます。はい。それではですね、一応いくつかご紹介したいと思います。例えば一番目立つのはこの新場が結構たくさん出てる株ですね。この株。 えっと、覗いてみますと、えー、古葉を切った後はありますが、古葉を切った後からは、どうもですね、みんな新ン秋に新葉が上がってきてるタイプですね。一番悪いパターンで、えー、秋に、 全部、芯葉が上がってくると。で、あ、元気でいいねと思われちゃう方もいるかもしれないですけど、これは花が今年咲きません。えー、残念ながら、トルカータスの株ですね。結構古い株なんですが、えー、まあ、幽もちょっと細いですね。 もう少し太い傭兵を生やしてくれないと花が咲かないかもしれません。まあこういう芯場ばっかり秋に上がってきてしまった原種というのは花が咲かないので、まあ今シーズン諦めるしかないですね。だからこうやって見ると一番綺麗に見えるんですけども一番まずいパターンです。あと同様にこれ秋に新場出てきた 株なんですが、これ原子のボッコネですね。で、ボッコネは、前々からご説明しているように、秋に出てくるんですね、芝。これは、これがノーマルなんですね。ノーマルな状態で、で、それで、貨幣が上がってきて、こうやってこう、 つぼみが見えると思いますけども、つぼみがいくつも上がってきます。まあこういう株姿がボッコネの特徴になります。中にもたくさんつぼみが見えていますね。だから同じ新葉が秋に上がるにしても。 えー、まずいパターン。まあ、一般的にはまずいんですけどね。特例的にはこういう、ボックネのようなパターンもあります。あと、葉っぱが目立つっていうのは、この後ろの方のやつ目立ってますけれども。よいしょ、リクス。ちょっとリスクあります。<laughs> えっと、どれでもいいんですが。えー、では、このカーブですね。 この株は、ちょっと鉢も割れていますね <laughs>。もう植え替えたりないともういっぱいいっぱいの状態です。えー、古葉、古葉、これは去年の春ですね。に出た古葉が、あまだ来てないので全部残っています。で、なおかつその付け根には、 花芽がバーッと上がってきてると。いうような株で、原種のオリエンタリスグッタータスというものですね。オリエンタリス系というのは非常にえ葉っぱも残りやすいかと思います。あと、一部古葉を切ってますけれども、 原種のオドロス。オドロスなんかもね、去年の春でた葉っぱがこのように残っています。で、なおかつ花芽が上がってきているという状態ですね。 こういうやつはしっかりと葉っぱがの、あの、古葉がまだ残っているので切ってないですけれども。あとですね。よいしょ。よいしょ。まあ、失礼しました。うんと。あ、これですね。ご紹介した。これも葉っぱ残ってます。まあ、オリエンテレスに似てますけれども。えっ、ー、と、これはリグリクス イタリアに自生している原種ですね。まあこれもあの古葉の去年春に発芽した古葉の根元に花,花芽っていうかつぼみが上がっています。あとこれ優勝。ちょっと古 古い枯れた葉っぱが取っちゃいましたけどこれはやっぱり古葉残ってます去年春に出た、えー、葉っぱですねでこれ原種のクロアチクスですねで花芽まあちょっと下の方ですけれども花芽がでてきています これはあのアボルジックスという、やっぱりイタリアの標高100高いところに自生している、葉っぱが細かく分岐するタイプの原種ですけれども、古葉が残っていて、下につぼみが、花芽が上がってきています。 これ、これいきますかね。これはビリジスですね。もう、古葉切っちゃってるんでね。傷んで切っちゃったんで、花芽しかないですけども、こういうものもあります。 これはクロアチックスですね。はい。まあこれは先ほどのクロアチックスとまあ同じあれですけれども、フルハも切っちゃってるですね。ちょっと歯の痛みが早かったという。 はい、あとこれですけれども古葉はもう切っちゃってますがでまあ残ってるのは花芽だけですねトルカータスボスニアですまあこういう状態ですね、まあ、同じ原種でもあのもう古フ葉フ切っちゃってるやつもあって中央部に葉っぱがないやつもありますけれども まあ比較的残りやすいタイプと、まあ比較的早く葉っぱが傷むタイプはもちろんあるわけですね。まあそれとやっぱり、あの、ちょっと成長のステージ間違っちゃった、こういう新しい葉っぱが出てしまうというのもいます。顔履いてなかったかな、これ。<laughs> まあ可愛いでしょう。ということで、35密の 1>, 1月8日の状況はこんな感じで、まあ、ほぼ大部分の株は、この35株の中では、まあ、花芽、あるやつぼみが見えてきているという状態で、良好な状態です。まあ、一部1株、もう一つぐらいあったかな、2株ぐらいで、ちょっと新葉が先行して、まあ、新葉って秋にですね、 秋に出たシンバーが先行して、えー、花がつかなかったという株もありました。はい。今回の動画はいかがでしたかまあこの場所はですね、35密、まあ非常に密に置いているので、あまりいい事例ではないんですが、まあ、比較的あの、風通しがいい場所でね、 で、な、おかつ、夏場もですね、えー、強い直射日光は当たりません。まあ、朝日はね、差し込むんですけど、ちょうどうまい具合ですね、差し込みますけれども、えー、日中から、まあ、西日頭についてもですね、うまいこと影になっていると、え、いうことで、原種の栽培にはちょうどいい感じなのかな、というふうに思っています。 まあ結構こういう密でもね、そういった周りの環境を風通し等が良ければですね、案外大丈夫です。でもまあ気をつけないといけないですけどね。まあ厳州の栽培も、あのー、ぜひとも皆さん楽しんでいただければ嬉しいです。はい。ちょっと一人で、ちょっと遠くから撮影してるので、どんな画像が撮れたかわかりませんが、えー お楽ししみいたただけたでしょうかそれでは次回の動画でまたお会いしましょうクリスマスローズ大好き野々のの口実の園芸ノート皆さん励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします